ごご覧いいただきありがとうございます今回はデグロム2失点タティスジュニアの爆発とホームランダービーロード連敗止まるサバシア閉じ込められるという話題です現地26日土曜日フィリーズ対メッツメッツの先発は今シーズンここまで12試合に先発7勝2敗72インニングを投げて117奪三振 防御率0.50という圧倒的な数字を残しているエース、ジェイコブ・デグロムこの日も初回を三者凡退危なげない立ち上がりを見せますしかし2回ワンアウトからマカッチェンがヒットで出塁盗塁も決めますツーアウトとなりますがここでニック・マトンにライト前に運ばれて先制を許しますこのヒットは今シーズンデグロムがスコアリングポジションにランナーを背負った際に許した3本目のヒットとなりました そして失点は5月25日のロッキーズ戦の2回にマクマホンにホームランを許して以来となり連続イニング無失点は31で途絶えることになりましたさらに6回にはヒットと四死球でノーアウト満塁のピンチを招きますワンアウト後マカッチェンに犠牲フライを許し2点目を献上結局この日は6回を投げヒアンダー3ファーボール1脱三振5失点2この試合を終えて防御率は0.69 5回に今シーズン12本目のヒットをを放ってて打率4 4割1分4輪としています試合はメッツが2対3と1点ビハインドで迎えた9回裏にフィリーズ、ネリスの押し出しフォアボールで追いつきさらにワンアウトからコンフォートの犠牲フライでさよなら勝ちを収めています。 なお同点に追いついた直後ノーアウト満塁で打席が回ってきたものの空振り三振に倒れヒーローになるチャンスを逃したリンドーはこの日5打数ノーヒットで打率を2割1分5厘としています現地25日金曜日パドレスのフェルナンド・タティスジュニアが1試合3本のホームランを放ちました初回の第1打席左中間へ2回の第2打席も左中間同じような場所への一発 そして4回に回ってきた第3打席ではセンターの右へこの一発これが今シーズンの25号ホームサンディエゴの満員の観衆を熱狂させますなおこの試合の前にはインタビューに応じ肩の怪我の影響により出場を打診されていた今年のオールスターでのホームランダービーを辞退したことを明かしていました And I want to get when I go over there. I want to really give a, a pretty good show. Yeah, if you went now, you feel like you might have to hold back a little. Yeah, yeah, definitely uh, we'll need to hold back a little bit. And... Did you have any conversation with Vlad Guerrero Jr. on his decision to not? And did that kind of help make it easier on you? Uh, we haven't talked about that, but you know he mentioned he mentioned early that you know it's going to be a long season. He wants to get ready for the second half, and uh, he's out there for the MVP. So hopefully he can make it. Where do you think that is right now? さて、そのホームランダービーですが現地メディアは26日オリオールズの29歳トレイマン・シーニの出場が決まったと一斉に報じました。<laughs> <laughs> マンシーニは昨シーズン開幕前3月にステージ3の大腸がんと診断されシーズンを全休手術を受け回復に努め今シーズン見事復帰を果たしました2019年には35本のホームランを放ったマンシーニ今シーズンはここまでホームラン14本打率2割6分 OPS8 割3厘としていますこれで今年のホームランダービー出場者は現時点でエンジェルスの大谷翔平メッツのディフェンディングチャンピオンピート・アロンソ そしてオリオールズからトレイマンシーニの3人となっていますなお現地26日の試合が終了した時点でのホームランキング争いはゲレーロジュニアが26本でトップ続いて25本のタティスジュニアそして24本の大谷翔平となっていますこの3人に次ぐ4位に急上してきたのがナショナルズのカイル・シュワーバー 凄ままじいいペーースでホームランを量産しています現地24日のマーリンズ戦では2本のホームランを放ち今シーズン通算は21本現地6月12日のジャイアンツ戦からこの24日まで1番バッターとして出場した13試合で12本のホームランさらに19日から24日までの5試合でホームラン8本打点15と爆発現地25日26日の試合ホームランはありませんでしたが今月ここまで12本 ナショナルズの月間最多ホームラン記録は2015年5月にブライス・ハーパーが放った13本これを6月の残り試合で更新する可能性も十分ですそして現地ではホームランダービー出場もあるのではという報道も出ています現地25日今シーズンのブルージェイズのホームニューヨーク州バッファローで行われたオリオールズ対ブルージェイズの一戦はオリオールズが6対5で勝利これでオリオールズはロード・ビジターでの連敗を20で止めました そして現地26日サンディエゴで行われたダイヤモンドバックス対パドレスの一戦は10対1でダイヤモンドバックスが勝利これでダイヤモンドバックスはロードでの連敗を24で止めました4月25日からスタートしたこの連敗途中それまでのメジャー記録22を更新してしまいましたがついに長いトンネルを抜けることに成功しました 現地25日、元ヤンキースのピッチャー、CC サバシアがニューヨーク市内で開かれた子ども用スポーツウェア販売店、ルーキー USA のオープニングイベントに参加した際、店舗のあるビルのエレベーターに約45分間、閉じ込められましたその後、ニューヨーク市の消防員に無事救出され、怪我などはなかったということでですそんなサバシアが先週24日に語った現時点での MLB トップ5ピップピチャーです。 DeGrom is number one for sure. Garrett Cole. Man, I have to say Darvish. I have to say Darvish. I me personally, I love Walker Bueller, bro. Like, I think that kid's gonna be a superstar. Like, I love that kid. So I have to put him at four, and obviously I gotta put Otani in there at five.